どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、 SC25 の新スキルムーブについて解説していきたいと思います。入力簡単なものからちょっと説明受けないとややこしいというものまでそれぞれありますんで、ぜひねこの動画きっかけにマスターしていただけると嬉しいなと思います。これからもチュートリアル系のものも含めて解説動画をどんどん作っていきたいと思っていますんで、ぜひねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。早速 SC25 で新しく登場した新スキル5つ紹介していきたいと思います。まず1つ目がビッグフェイントです。スキル2以上の選手なら出すことができます。入力方法なんですが、 L2 を押しながら進行方向右または左にフリック入力です。フリック入力っていうのは一瞬だけ弾くっていう入力ですね。弾かずに倒しきった場合は別のスキルが出ます。ビッグフェイントはこんな感じで右または左側から大きくフェイントを出すっていうスキルです。 L2 を押しながら右を入力すると左から右に向かってフェイント、L2 をしながら左に入力するとその逆、右から左に向かってフェイントを行います。止まっている状態でこのスキルを出すと大きくまたぐだけで終わる、そっから動かないっていうスキルなんですけど、ドリブルをしている状態でこのビッグフェイントを出すと、フェイントを出した後に横または下方向に L スティックを入力することで任意の方向に動くことができます。この任意の方向に動くっていうところを結構個人的には注目してまして、特に右スティックを右に入れた後に左スティックを同じ方向右、同じく右スティックを左に入れた後に左スティックを左に入れると、こんな感じでかなりね縦に、まあ斜めになんですけど、キレのある言い抜け方をしますということで、これはねかなり実用的だと思います。実際の試合中の映像はこんな感じですと、まあ、大きくフェイント入れてからこんな感じで縦にグッとね入っていくことできますんで、これはね結構いいですね。まあ、特に逆足がゴールの選手だったら、まあ、どっちの足でも打てるって状況でもなりますし、パスもできますしっていうところで、かなりねいい場面作れそうな印象です。スキルが2で出せるっていうのもあってかなりお手軽ですと、まあ、前線でねスキル2いってない選手ほぼいないと思いますんで、まあ、誰でもできますって考えたら、まあ、入力も簡単ですしね、悪くないスキルだと思います。次に2つ目ストップ&ゴーです。スキル2以上なら出すことができます。入力方法は L2 を押しながら R スティックを後ろ前にフリック入力です。動きはこんな感じで一瞬止まってから前方に進むっていうスキルですね。スキルの入力した後に最後 L スティックの方向を横に入れることで斜めに進むこともできます。ただ個人的にはちょっとこのスキル微妙かなって思いますね。移動するまでボールがさらされますし、スキルが出るまでの時間も長い、でその後の動きもちょっと小さい、キレもまあ普通っていうスキルなんで、あんまり強くないかなと思いますね。相手に出されても普通に対応できそうなイメージもあります。まあ縦に行けるっていう点では非常にいいスキルではあるんですけど、同じ縦に行くスキルだったらスキル3もしくは4で出せるヒールトゥーヒールの方がいいかなと思いますし、斜めの方もちょっと可能性感じますけど、まあ L1 プラスシュートフェイントの方がキレあるし実用的なんじゃないかなと思いますね。あと個人的にはですね、真後ろに R スティックを入れるっていうのがちょっと苦手で、あんまりこのスキルの成功率自体が高くなかったっていうのもちょっと気になったかなって思います。なんで今回追加されたスキルの中で言うと、個人的には一番使いどころが難しいスキルだなっていう印象です。新スキル3つ目がステップオーバーボールです。スキル4以上なら出すことができます。入力方法は L1 を押しながら R スティックを進行方向上右または上左です。ボールを一旦またいでから右または左に大きく270度回転して前に行くっていうスキルでして、既存の R スティック上右で出せるスキル、今まででいうベルバトフターンとか、あとはマギディターンと動きのイメージは同じです。見ての通り一回シダースで前に行く素振りを見せつつ急に角度を変えて前に進むっていうスキルでして、特にこのシダースが入るのがでかいですね。相手からしたら、あこれ前に行くわって形で一瞬前を警戒するんですけど、そっちに移動すると置き去りにされちゃうっていうスキルです。試合で使ってみるとこんな感じです。一番最後の局面でこのスキルを入れて角度を変えてゴールまで一気に向かうっていう使い方が今んとこ多いです。新作出たてっていうことであんまり警戒されてないともあると思うんですけど、まあ、見ての通りかなりね最後の推進力がありますんで、綺麗に決まったらこんな感じで大チャンスにつながるっていうスキルになっています。それ以外にも中盤で相手を剥がすとかもそうですし、サイドで並走してる時も結構使えそうですと。綺麗もあってかつおしゃれで、今回追加されたスキルの中ではかなり個人的には気に入っています。ただ注意点1個挙げるとしたら L1 を押さなきゃいけないんですけど、このゲームね L1 を押すと操作してる選手が正面を向いちゃうので、あの L1 プラス上右入れたと思ったらちょっとスキルの入力間違うみたいな、そういう可能性があるなと思いますね。でも慣れたらめちゃめちゃ強いスキルだと思います。新スキル4つ目が2ドラッグステップオーバーです。スキルムーブ5の選手が出すことができます。入力方法なんですが、 L1 を押しながら R スティックを右下左もしくは左下右と180度回すと出すことができます。
入力方法ちょっとややこしそうなんですが、 L1 を押しながらエラシコもしくは逆エラシコと覚えれば結構楽だと思います。一目見た時にちょっとこれね、何が起きてるのか分かりませんっていうスキルだと思うんですけど、外シザースから入って逆の足でボール転がして、その後もう一回シザースして最後2位の方向に移動するっていうスキルです。最後の2位の方向に移動っていうところなんですけど、もし何も入力していなかった場合は、もともと右下左と入力していたら左側、左下右と入力していたら右側に飛び出すんですけど、 L スティックで最後操作することもできまして、なんで左下右いずれかね進むことができます。なのでこのスキルは右側から出たから最後こっちに進むみたいな、まあエラシコとか逆エラシコみたいな読みが通用しないというところはいい点ですね。何よりめちゃくちゃおしゃれですしね、スキル5の選手を取ったからには1回使いたくなるようなスキルだと思います。ただ実用的かって言われたらですね、ちょっと個人的には未知数ですね。まあもしかしたらめっちゃ強いかもしれないですけど、今のところはどうなのかなぐらいだと思いますと、入力してから実際にスキルが大きく出るまでちょっと時間かかっちゃうっていうところが気になりますね。溜めてる間に触られちゃうと結構簡単に取られる印象がありますんで、まあ、正直どうなのかなと、まあ、やっぱりね短い時間でパッと移動できるスキルが強くて、それこそスキル5だったらエラシコとかの方が強い印象あるんで、まあ、あくまでこれはおしゃれで実用的かって言われたら微妙、まあ、点差ついたら使うようなスキルかなっていう感じです。新スキル最後5つ目がトリックスターシュートフェイントです。これはプレイスタイルトリッカーまたはトリッカープラスを持ってると出すことができます。入力方法なんですが、 L スティックでの移動中にシュートフェイントですね、シュートをした後にバツボタンを押して、その後に L スティック入力すると出すことができます。ダッシュ中であったり、あとは止まってると出ないんで、そこは注意必要です。さすが足元に自信のある選手、トリッカーのみ使えるっていうのもあって非常にテクニカルなんですが、このスキルは特に横あとは斜めの移動がめちゃくちゃいいですね。見ての通り短時間で急に切り返せますし、距離もぼちぼち出るで、ボールが足元から離れないんで次の操作に移りやすいってことで、これはかなり実用的なスキルだなという印象です。何よりスキルが4の選手でもこのスキル出せると、ランニングスクープターンに近いスキルが出せるっていうになったのはめちゃめちゃでかいですね。これがあることでトリッカーってのは結構価値が上がってるんじゃないかなと思います。ただこのスキル一つだけ注意点がありまして、今まで特にスキル号の選手ですね、同じ操作でランニングスクープターンっていうね、この走りながらシュートフェイントをボールなぞるように行うっていうのが出せたんですけど、スキルが5でトリッカーを持ってる選手はこのランニングスクープターンが出せなくなっています。なんでランニングスクープターン出すためにはトリッカーを持っていない選手を使う必要があります。エンバペ、ベニシウスとかがそうですね。まあその点だけ切り取るとね、ちょっと残念ではあるんですが、このスキルもめちゃくちゃ強いスキルですと、まあ、やっぱ細かく動ける方向自在っていうのは素晴らしいですね。なんでこのスキルはね、今作結構流行ると思いますし、入力も簡単なんでね、ぜひ覚えていただきたいなと思います。ということで SC25 で新しく登場したスキルムーブ5つは以上になります。参考になれば幸いです。この中でも強いなと思ったのは、1つ目のビッグフェイント、3つ目のステップオーバーボールで、最後5つ目トリックスターシュートフェイントですね。この中でもトリックスターシュートフェイントは多分一番流行ると思いますと、まあ、出し方が簡単ですし、実際に強いっていうところで非常に強い素晴らしいスキルなんで、ぜひねこの動画きっかけに練習していただいてマスターしてもらえると嬉しいなと思います。今後もチュートリアル系のものも含めて解説動画どんどん出していきたいと思っていますんで、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では。